お待たせいたしました。ハロウィンパーティー2017 in 蔦屋金沢店にお越しくださいまして誠にありがとうございます。はい、今日はハロウィンということでちょっとこんなの蔦屋スタッフもしてますけど、皆さん、え、本当ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。あの、皆さん仮装大歓迎ってことだったんですけど、全然誰も仮装してないですね。なんかちょっと恥ずかしいですけど、今からとってもキュートな面々にお越しいただこうと思ってますので、それでは早速お呼びいたしましょう。お待たせいたしました、北陸アイドル部からスタカナ推しメン3名の皆さんです。どうぞ大きな拍手でお迎えください。
の曲は、はい、ハロウィン仕様ということで、はい、何か大丈夫ですかちょっとびっくりした。ハロウィン仕様ということで、はい、なんかハロウィンの思い入れとかありますか？はいはい、あ、どうぞはい、思い出はなんかあんまり浮かばないんですけど、お姉ちゃんに傷メイクをしてもらったことが嬉しかったです、うん、それと傷メイクされた、そうされたのが嬉しかったのと、うん、あとはなんかスーパーとか行った時にお菓子のパッケージが、うん、あのなんていうの、ハロウィン仕様で、あ、なんかチロルチョコとか、そう、もう、ま、なんか自分じゃなくて周りがハロウィンみたいな、あー、いいんですよね。そうですね。ひめこなんかありますか？町内をお菓子をもらいに回ったことですね。あ、かわいい。かわいい。どんなもらえた？ひめこながらの。何やな、どんな？いや、なんかうまい棒。うまい棒。美味しかった？美味しかった。はい、私はあの巨大かぼちゃのプリンを食べました、っていうのは嘘なんですけど、あのちょっとヒカキンさんがやっててちょっと言ってみたくなったので。あ、そうなんや、はい、私はあのハロウィンとかあんまり関係ないんですけど、あのかぼちゃの煮物が大好きで、お美味しいねもう好きそうに見えないってよく言われるんですけど、え、見える見える、え、超好きそう大好きそう、本当に大好きなので、うん、ハロウィン関係なく年がら年中食べてます。いいと思います、うん、ということでということで、はい、準備が整いましたので、皆さんセッティングしましょうか。はい、それでは聞いてください、ハロウィンナイト。みんな開けたら
はね、どんな曲ですか、ひめこちゃん。ひめちゃん、次の曲は、いつもよりもかっこいい曲になっているので、このエプロンを取りたいと思います。大丈夫か、ひめちゃん、もっと元気出して元気出そうね。すいませんね、お見苦しい方。はい、ありがとうございます。というわけで、ちょっと欅坂ちゃんっぽくなりました。衣装が可愛いですか。可愛い、ありがとうございます。というわけで、次の曲に行きましょう。はい、それでは聴いてください、スパーク。Oh, no.
私たちは17人でいつも北陸アイドル部というグループとして活動していまして、はい、その妹チームがね今日は遊びに来てくれたということで呼んでいきましょう。妹チームカモーン。はーい、はいはいはい、ここでね自己紹介をみんなの、私たちもまだ自己紹介してないのでここで自己紹介させていただきたいと思います。まずはくるみ。はい、まーりお顔のくるみ。パチパチおめめのくるみ。はい、高校1年生15歳有松くるみです。今日はとってもいい、とってもいいじゃない、とても可愛い衣装も着れてね、幸せですその気持ちでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、勉強室、運動室、成績はオール3のミス平均点、中学3年生15歳の太田姫子です。今日は新しい曲を、ハロウィンナイトっていう曲をしてすごい緊張してたんですけど、はい、できて、みんなで練習してなんかできてすごい嬉しかったです。よろしくお願いします。イエーイ。はい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 、ハイテンションモンスターの高校1年生15歳稲田こと坂井菜です。私もすごいこれ3人でお揃いなんですけど、一番可愛いと思うのがこの鈴が鳴るところ、聞こえる、鈴が鳴るところがすごい好きで、今日もテンションアップルです。よろしくお願いします。イエーイはい、皆さんこんにちは。北陸アイドル部のちょっぴり小悪魔、中学3年生15歳の三井凛香です。凛たんって呼んでください。せーの、凛たん。ありがとうございます。今日も盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。イエーイ。はい、こんがり肌の17歳高校2年生の安井明です。キラキラキラで覚えてね、ラブや。今日はツタカナ推しメンの3人の、ウィズ北陸アイドル部ということでハロウィンパーティーということなので仮装して応援に来ました。私の仮装のコンセプトは最低1日に3回は水をこぼすドジッコブリッコウェイトレスです。早速オーダーが入ったので皆さんに今日は笑顔と元気をこぼさずにお届けしたいです。よろしくお願いします。はい、みんなの妹岩倉さやかです。漢字は彩る花と書きます。彩香じゃないよ、さやかだよ。今日は姫子ママに髪の毛をやってもらいました。私はトイプードルが大好きでプードルの仮装をしてきたんですけど、髪の毛をしてもらえてとっても嬉しいです。今日もよろしくお願いします。イエーイ。北陸アイドル部の妹チーム with 私たちツタカナキャンペーンガールで最後まで最後まで盛り上げていきたいと思います。はい、それでは次の曲に行きましょう。それでは聴いてください。ハッピーマンタン。
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Sunday,
でサンタデー。